そもそも強くなるっていうことにどういうことなんだろうっていうふうに僕も常日頃思ってるんですけども、まあ、バドミントンの場合は技術的なものもあったりとかするので、まあ、上手くなるのは意外に簡単かなというふうに選手に言うことあるんですよね。その技術ができるかできないかであれば、こうでなければならないという思い込みを外してしまうと結構できることもあったりする。ただその技術を用いて勝てるかどうかってなってくると、それは叱りどころであったりとか、試合で使えるレベルであるのかだったりとか、その成功率の問題もあるでしょうし、で、上手くなるってことと強くなるっていうのはちょっと違うよねっていうふうに、話すことが多いんですよね。はい。そんな中で、ただ、やっぱり、その強く強く強くと、あ、ジュリさん。あ、来た。ございます。どうもです。あ、はい、よくわかんないで入ってきちゃってるんだけど、これから話始まるんで大丈夫です。はい。そうで、上手くなると強くなるって話があると思うんですけども、どっかでそれね、強くなるってことだけやってると、できることだけに確実に勝とうと思ってしまったりとか、そこから今度はできないことで新しいものに挑戦して上手くなるだったりとか、自分のオリジナルを探していこうって、多分そこのループな気がするんですよね。どっちが正しいとかってことじゃなくって。それを片方だけで突き詰めていくっていうことに無理があるんじゃないかと思いますし、あとどん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 いろんな面が増えてくると思うんですよね。例えば、一番最初の子供がどんなスポーツやるにしてみても、球が速いだけで勝てたりとか、ミスしないだけで勝てたりとか、本当に一番下のクラスなんてもう泣かないだけで勝てるレベルってあるじゃないですか。ありますよ、ね、アドバイスが。大丈夫だから泣かないでっていう。でもだん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 上の方に行くに従って、もっともっと、いろんな要素が増えてきて、で、球が剛速球で鳴らしていただけで勝てた、ピッチャーがだん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 球が速いだけじゃダメだし、当てるだけじゃダメだしだったりとか、なんで、ちょっと簡単にそれぞれの、競技の方たちから、ちょっととっさに思いつく、その競技の壁的なところでは、ある程度またスピードをとかコントロールだけで勝てるだったりとか、レベル、スピードだけで勝てる、パワーだけで勝てる、でもそこからこんなことが必要とか、もしくはこういうことで分からずに壁にぶち当たることが多いみたいな簡単なエピソードがありましたら、お話しいただいてもよろしいでしょうか。で、今、自己紹介いただいた順番で、お願いします、農家さん。はい。簡単にですけど、まあ、僕は記録競技のレースでの中での話になってしまうんで、いろいろかなとは思うんですけれども、やっぱりその実力発揮かなとは思ってます。さっきボンさんが言わはったように、上手くなっても勝てるとは限らないっていうところでいくと、僕らだと速くなっても勝てるとは限らない。まあ、練習めっちゃ早いのに、試合全然ダメっていう選手は実際いましたんで、やっぱり強さっていうところでいくと実力発揮かなっていう気は今のところしてます。そのスピードが出ないっていうのは、コースってことなんですか、それとも大人数いた中での、ポジション取りとかってことなんですか。まあ、戦術的なところも含めての強さになってくると、センスとかも問われるんで難しいかもしれないですけど、多分、肉体的な体力強さっていうよりは、やっぱりその調整能力だったり、ピーキングっていうところが非常に大事になるのかなとは思ってます。その強さっていうところの話でいくと。うん、ございます。やっぱ質問ある方いたらもうどんどん言っちゃってください。大丈夫ですか？では、藤井さんお願いします。はい、私は柔道なので、柔道っていうのはまあかなり、面白い競技でありまして、個人競技なんですけど、やっぱり対人なので、で対人も対人、本当にもうコンタクトなので、やっぱり技術がすごくうまいからといって、それだけで勝てるわけではないんですね。すごくいろんな要素が入ってくる競技なので、我々がよく言うのは、まあ、器用貧乏というか、まあ、とにかく綺麗な柔道ができてもチャンピオンになれるとは限らない。で、私は今ナショナルチームのオリンピック選手たちを、オリンピックチームを持っているので、よく言うのは、いい子に育ってほしいわけじゃないっていう
言い方をするんですけど、その、あの、柔道がきれいにできることを目的にしてしまうと、その、戦うってなった時に必要なことを忘れてしまう可能性がある。それは、そこを気をつけないといけないよということを言っていて、その、私なんかもそうなんですけど、あの、選手だった頃は、とにかく技をきれいにすることに集中がいっちゃってるだとか、あの、練習を完全に完璧にこなせることに集中がいっちゃってる。でも、試合で勝つか、相手を任せるようになるかっていうのは、またそれとはまた違うと、もう部分が必要になってきて、我々の選手の中にも、そもそもこう、まあ、ブラジルの選手なんか見てると、そもそも、あの、勝ち気で、勝負好きでっていう選手はいるんですけど、そうでもない選手もやっぱりいます。で、そういう選手たちは、どちらかというと、綺麗に練習する、綺麗な柔道をするっていう方向だばかりに集中がいってしまうんですけど、やっぱりそれでもトップの、本当トップの選手になってくると、やっぱり、そのアグレッシブな気持ちを、アグレッシブになることを学ばないと勝てないっていうことが分かったっていうような発言をしたりだとか、それはや、あの、なんていうかな、相手を倒してやるっていう、その、なんていうか、こう、ただの戦いではなくて、それではやっぱり勝てなくて、それは自分にこうプレッシャーをかけてしまう必要なことにもなるので、やっぱりアグレッシブに、その、試合に集中するっていう、その、技術を学ばないと勝てないんだなんていうことは、選手、金メダルを取るような選手たちはよく言いますね。で、プラス見ていて思うのが、カデ、ジュニア、シニアって分けると、カデでトップを取っちゃう選手がシニアでトップになれるかというと結構確率は低いんですよね。ジュニアでトップを取る選手がシニアでもまあやっていけるっていうのは割とあるんですけど、それを見てるとやっぱりこう小さい頃に勝つって、まあ何か一つ秀でてれば割と勝てると思うんですよ。先ほど言われたように泣かないだけで勝てる時期もあるだろうし、あの、何かこう突拍子もない技を身につけるだけでやっぱみんな知らない、受け方を知らない子たちは投げられちゃうから勝てるとか、でもそれはどこかこう指導者のエゴというか、勝たせ、その勝ちを早くに覚えてしまう、教えてしまうと、後々いろんな壁に当たった時に、あの、その壁の破り方を分からないまま成長してしまうので、それで結構壁にぶち当たってるナショナルチームの選手っていうのをよく見ます。だから、まあ、すごく長くなってしまうんですけど、あの、やっぱり先ほど言ったもん、考える人のその部分が上になればなるほど重要になってきて、そこでこう探求できる、研究できるっていう力のある選手じゃないとやっぱ上の上まではいけないんだなっていうのをこう選手と時間を共にしてて日々思うんですけどね。考えさせることが多いですね。そう、あの、やっぱり選手見て、今あの我々ポルトガルで避難合宿をしていて、ブラジルはちょっとコロナの状況が悪いので、で、選手本当に24時間みっちりくっついて2ヶ月、ちょうど2ヶ月経ったところなんですけど、あの、やっぱりナショナルチームの選手であっても言われたことをやるだけっていうことに慣れてる選手はいます、うん、でもそこでいかに、あれ、なんで柔道やってるんだっけっていうところからつついていく、で、なんで研究しなきゃいけないんだっけっていうところからつついていくと、やっぱ選手はその自分の目的意識とか、あ、そういえば柔道が好きで強くなりたくてやってたんだっていうところに戻って考えてくると、選手主体で動けるようになってくるんですよね。それはすごいことだなと思うんですけど、やっぱそこを忘れちゃいけないと思うんですね。このコロナ禍で柔道ができなかった時期が長くあったことで、あの、良かったことは選手が、あ、そういえば僕柔道好きだったんでっていうのを、あの、久々に思い出したっていうか、そこがあるから、そこが根底にあるとやっぱりこう選手は困難にも立ち向かっていけるのかなっていうような気がしてます。いろんなことを話してしまいました、すみません。ありがとうございます。そういくとちょうどいい流れで、ね、現役でありながらストップしてしまってオリンピック選考が
で、もう自分と向き合う時間ができてしまって、ね、そういうところも含めて山城さんお願いします。いや、この流れは結構重たいというか荷が重いですね。そうですね、本当に。いやでも先ほどお話しされた、そのやっぱりそのレース大会もなくって、本当に自分と向き合う時間がすごく長くなった時に、やっぱり私も、うん、なんか私がスポーツをやる価値ってなんだろうなっていうのをすごく考える時間っていうのはやっぱりあって、ちょっとこう落ち込むというか、うん、考え込みすぎてどうしようっていう戸惑うような時間もやっぱり少しあったんですけど、まあ一周回って、うん、競技頑張るしかないなっていうのはまあ結局思ったところで、まあ、何かスポーツを、自分がスポーツをやることで、まあ、自分も楽しくなるし、自分が楽しくなることでなんか周りも楽しくなるといいなっていうのが私のスポーツとの関わり方で、例えばプロ野球とかサッカーとかって、まあ、よくテレビ中継とかあるんで分かりやすいと思うんですけど、やっぱりたくさんの人が関わって誰かがホームラン打つとなんか楽しいみたいな、それだけでなんか今日のビールが美味しいみたいな、なんかそんなようなことを提供できるといいなっていうのを思いながら私もやってて、まあ、ボート自体にはまだそこまでの影響力はないんですけど、まあ、そういうことを目指してやりたいなって思った時に、まあ、とりあえずひとまずやることは結果を出したりとか、まあ、いろんなとこに出て、いろんな情報がこう出回るとやっぱりこう周りにいる人がこう自慢になったりだとか、こう幸せになったりっていうのをこう提供できるのかなって思って、やっぱまあ一つ自分が楽しく元気にやるっていうのがまあ大事だなっていうのは思ってまあ考えてまあやってました。で、まあ、そこからやっぱ強くなるっていうのを考えた時に、本当に言われたことをやってるだけじゃなんか頭打ちが来ちゃうというか、なんだろう、本当になんか探求するモチベーションが上がらないのかなと思ってて、私ずっと競技をやってる中でなんか理解できないことをやりたくないっていうのがすごくあって、意味わからないとやらないっていうのがあって、まあなんか、まあなんかやらないわけじゃないんですけど、意味がわからないとわかるまでコーチに聞き続けるっていうのがあって、まあ、大学生の時とかは早朝練習で5時から練習してたんですけど、なんかメニュー見て、でメニュー出されてとかで、いざやろうと思ってなんかもう一回確認してもいまいち分かんないと思ったら、朝5時から監督に電話して、これなんでやるのか改めて見てやっぱり分かんないんですけどっていうのを電話して、まあ、理解するまで話して、でそこからやるっていうのがあって、それで理解できるとやっぱり意味があるんで、それだけこう練習内容にもこう力が入るっていうか強みが出るっていうのがやっぱりあるのかなと思ったので、やっぱ目的意識とか目的理解するっていうのが、まあ、私競技やる上では一番大事にしてることだなと思って、まあ、それが自分がまあ毎日私毎日練習やってて、毎日練習終わるといい練習だったなって勝手に毎日思ってるんですけど、そこはやっぱりそういうなんか理解をしようっていう目的を毎回持ってやってると、こう充実したものが作れるのかなっていうのは今思ってやってます。ボート競技って不思議で、バンって蹴ればいいわけじゃなくって、あんまバネを使って蹴りすぎちゃうと空振り的なことになってるから、なんかじわ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 やんなきゃいけない、そのペースとか水のオールの掴み方とかあるんでしょ。そうですね、船はありますね。やっぱなんかオールが水に入ってて思いっきり蹴れば、まあ、ある程度は動くので、ボートって意外と競技を始めて 2,3 年ぐらいで体が強かったら日本一とか取れちゃうっていうような、とか世界一とか、まあ、世界でもそういう選手たまにいるんですよね。3年ぐらいで始めて世界一になっちゃったみたいな人って、でもやっぱりそこから本当に行こうって思うと、そういう船と一緒に動かないといけないよねとかっていう理解力だとか、その船がどう動いてるかって、その動かすものの上に自分が乗ってるんで結構難しくって、でそういう理解する力だとか、それを整理する力っていうのは本当に大事だと思います。